はいどうも、なおちんです。さあ今日も妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。イベント進んできました。でミッション全部クリアしましたね。イベントクエストで超ニャンボコインゲットしました。で今回もさ、マゼラボルト強すぎる。これ勝てないわ、勝てない。まあなんか攻略サイト見てると今回のは結構簡単でラストティーラインがいればなんとかなるっていう風に書いてあったのよ。俺ラストティーラインまだ持ってないもんね。ちょっとガチャの運が悪くって出てないので、今ガチャがピックアップが別のキャラなのよ。雪の巨神と駒次郎なのよね。なのでこれがラストティーラインになって回すから、20連、まあ、できれば30連ぐらい回したいな。それぐらい回したいと思ってます。はい、なのでこれは今日はやらない。今日はニャンボガチャいきます。プニプニ始めて今どんぐらいだ、どんぐらい、3週間経ったってないかもね。1月の10日ぐらいからこのアカウントでやりだしたから、3週間ぐらいだね。なのでまだまだキャラクターは揃ってませんけども、まあこれからよ、これからめちゃくちゃ頑張ろう。でニャンボは一番の当たりがあれだよね、ノアだもんね。ノアは俺もう持ってるから狙いはゼータだな。ゼータ。できれば、同じ勇ましの雷光武士にゃんとか欲しいかな。まあ、とにかく、なんか、マゼラボルトに勝てるような、そういうキャラ、超高火力のアタッカーが欲しい。もうサポートのやつはいらないからさ。バフは結構持ってるんで、まあ、勇ましの、アタッカーっていうのを出してください。お願いします。本当にお願い。本当お願い。行くよ。行くよ。本当にお願いね。頼む。ああ、怖い。怖い。あ、トリプル S は確定だもんね。トリプル S は確定だから。ゼータ、ゼータ、Z。頼む。嘘嘘、うわあ、ひどい。ひどい。ひどいわ。え、弁慶どうなの。いやいや、絶対ダメでしょ。絶対ダメでしょ、弁慶。え、ひど。ちょっと見てみるね、弁慶が。あ、いたいたいた、弁慶いた。どうでしょうか。あ、攻撃力アップしてダメージを減らすか。微妙じゃない。フィーバーになった時に自分の技ゲージ溜まる。いやー、ひどいひどい。ニャンボコインはね、もうスタートを一番最初に引いたやつでノアが当たってるやつだから。そうか、運は使い果たしてるのかい、もしや。ひでえな。でもまあ今回のね、イベント、フレンドの人たちがめちゃくちゃ強くって、出た瞬間にね、もう秒で倒してくれるんで、超楽。今ね、ブラックデーモンを、22回か。で、マゼラボルト5回倒してる。マゼラボルト俺1回も攻撃してないもんね。なんでまあ、前回のゴルフと同様、フレンドの人たちがすごい頑張ってくれるので、エルゼは入手できると思います。はい。まあ、とりあえず今日は、超ニャンボで、外れた。めちゃくちゃ外れた。まあでもね、一番の狙いは、ラストティーラインだから。ラストティーライン。Y ポイント。で、20連。今いけるからね。ピックアップ来た瞬間に20連やります。で、出すから。お願いね。本当お願いね。はい。ということで、まだね、Y ポイント稼ぎなど、
頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。